ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。これがハードウェアハイセンズです。ラズベリーパイのソフトはどうやって作るかというと、まず、SSH でログインします。パイ。ごにょごにょごにょ。はい。入りました。パソコン側で準備しておいたソースコードをコピーします。また、SSH の画面に戻って VI でファイル作成します。あ、さっき作ったやつだった。失礼。ここで I キーを押して、右クリックすると、コピペできます。コロン WQ キーを押して保存します。はい、このファイルですね。次に、ハードウェアを見てみましょう。1ピンの位置が大切です。向きが大切で、間違えると、燃えます。DC フィーダーは線路につながっています。AC アダプターで 12V 1A のものです。これで走ります。ラズベリーパイで、鉄道模型動かせそうですか？ご視聴ありがとうございました。